橋本鈴鹿は日本の元バレーボール選手、ビーチバレー選手、V プレミアリーグの伝送ソエアリービーズに所属していた。父はハンドボール、日本代表のゴールキーパーであった橋本幸宏、母もハンドボール選手というハンドボール一家に生まれる。小学生当時は鈴鹿ハンドボールスクールに所属し男子に混じってハンドボールに熱中した。 漠然とオリンピック経験がある父を超えたいと思うようになったという。ハンドボール校への進学も考えたが友人たちに誘われ地元中学校に進学しバレーボールを本格的に始める。高校は地元バレーボールの名門校である津商業高校に進学する。3年時にはチーム首相を務め春高バレー3回先進出などで活躍した。 2011年12月に V、プレミアリーグ伝送エアリービーズの内定選手となり、2012年11月24日のタイトヨタ社対戦でプレミアデビュー。第3セットに途中出場し、ブロックに得点を挙げた。2013年10月の第1回世界 U23 女子バレーボール選手権に日本代表として出場し、銅メダル獲得に貢献した。 2016年6月、伝送を退団し、ビーチバレー転校が発表され、トヨタ自動車ビーチバレーボール部に加入。2017年2月に、アメリカ合衆国のフォートローダーデールで開催された、ビーチバレーワールドツアーに、溝江アスカとペアを組んで出場したが、予選敗退に終わった。同年3月のビーチバレー、ワールドツアーシドニー大会では、最高位となる5位退入賞を果たした。 2017年8月に平塚市で開催されたジャパンビーチバレーボールツアー第7戦において溝江明日とのペアでツアー初優勝を遂げた V プレミアリーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通りありがとうございます